どうも、愛嬌です。今日はですね、いつもと違ってパソコンの画面をお送りしてるんですけれども、今日はですね、7月の12日、今日と明日の13日はですね、Amazon のプライムデーが実施されています。まあ、Amazon 版のセールという形のものなんですけれども、当然ですね、バイクのパーツも Amazon でがっつりセールされています。で今日はですね、そのバイクのパーツの中でもかなりしっかり値下げされていてお得感が強いものを紹介したいと思います。まあ、この動画は12日の夜にはアップしようと思ってるんですけれども、セールは明日までなんでね、ぜひお見逃しなくチェックしていただけたらと思います。はい、こちらがですね、バイクのセール会場になるんですけれども、これスクロールしてってね、29ページ目まであるんですけど、この、ね、29ページまで全部一応チェックしました。その中で結構お得なのはね、デイトナー、ヤマハ、コミネ、タイチの4ブランドですね。この4ブランドの中でもですね、かなり値下げの額が大きいものを紹介していきたいと思います。では1個目ですね、こちらデイトナーヘンリービギンズバイク用ツーリングバッグシートバッグベーシックというふうに書いてありますね。こちらは僕の以前のね、シートバッグの紹介の動画でももちろん出したものなんですけども、その時はこの LL サイズのものを紹介しました。でこちら53リッターから70リッターまで可変できるタイプのシートバッグなんですけども、通常販売価格が 24,200円、それに対してセールの特価として 41% オフで 14,318円で販売されています。でこれが L サイズだと、こちらも 41% オフ 12,272円ですね。で M サイズは 38% オフ、 S サイズは、16% オフとなってますね。 S サイズはちょっとね、割引額がそんなに大きくないですね。これね、下の座面の部分はあんまり大きさが変わらないので、 S だろうが LL サイズだろうが基本的にね、到着できるバイクはね、同じ感じになるんですよね。でまあここは大を小を兼ねるという形でですね、 LL サイズを選んでいただくのがいいんじゃないかなと思いますね。続いてこちら、デイトナバイク用 USB 電源。こちらはですね、ハンドルにクランプするタイプの USB 電源ですね。結構あのスリムになっているので、比較的ね、細い隙間とかにも取り付けができるようになってます。で、まあこれが USB 2ポートの方が4620円のところが3035円。で、シングルポートの方は3960円のところが2634円ですね。まあ、こちらもですね、基本的にやっぱ2個ついてる方が何かと便利ですので、まあ、2ポートの方を選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。続いてこちら、デイトナヘンリービギンズバイク用サイドバッグ10リッターグリーンというふうにタイトルになってますね。でこちらがですね、30リッターの製品が 9% オフ、これ大して値引きされてないですね。20リッターのものも 6% オフ、15リッターのものは 14% オフで、目玉はこれですね、10リッターのものが 39% オフで7480円のところが4549円となっています。結構まあレトロなタイプの形のサイドバッグなので、まあ、レブルとかね、 SR とか似合うんじゃないかなと思うんですけど、まあね、結構使い勝手いいアイテムだと思いますんで、まあ、シートバッグ1個欲しいなと思ってた方はいいんじゃないでしょうか。色はグリーンとネイビーがあるみたいなんですけど、がっつりセールされてるのはこちらグリーンのみとなりますね。続いてこちらですね、ジビのバイク用リアボックスで、こちらジビもですね、取り扱いはデイトナさんとなっています。でこちらがですね、結構がっつり値下げされてます。例えばこの、37リッターなのかな、これは。でこれが、32,450円のところが 19,873円とかですね、軒並みこちらが 30%、こちらが 31% ですね。とにかくこの地味のリアボックスは軒並みがっつり値下げされてますね。大体全部で3割以上は値下げされてる感じなので、まあどれを選んでいただいても地味はお買い得だぞっていう感じですね。ここからはですね、怒涛のヤマハラッシュですね。ヤマハ製品今回めちゃくちゃセールしてるんですよ。で結構ヤマハはタイチとかクシタニとかとコラボしてたりするので、まあ、製品の品質自体はね、かなり優秀なんじゃないかなと思うんですよね。
ちょっと見ていきたいと思います。こちらのライディングジャケット、RS タイチコラボモデル、コーディラフーディーですね。引き裂き強度に優れたコーディラを採用したフーディーとなります。こちらが XL のブラックグレーが、41% オフ、2万900円のところが1万2350円となっています。サイズによって値引き額が違いますね。L サイズだと1万3585円。M サイズだと 39% オフで1万2815円という形ですね。ちょっとサイズによってね、値引き額はそれぞれ異なってはくるんですけど、まあ、フーディは結構ね、使いやすいアイテムだと思います。あ、これ、胸部プロテクターつけれるみたいですね。何かと便利なんじゃないかなと思います。続きまして、こちらもヤマハですね。レッグバック、YRJ13 レーシングとなっています。結構レッグバッグはね、小物とかを入れておくのに非常に便利だと思うんですよね。これデザイン的にはちょっと櫛谷を彷彿させる感じのバッグとなってますね。材質1680デニールのコーデュラナイロン。このあたりのスペックもちょっと櫛谷っぽいなっていう感じがします。特に櫛谷コラボとかとは書いてないんですけど、結構形的には櫛谷っぽいなという感じですね。ヤマハの車両に乗ってる方とかね、ブルーが好きだっていう方はいいんじゃないでしょうか。12,100円のところ7,112円ですね。続きまして、はい、ヤマハバイクフルメッシュパーカー YAS73SA と書いてありますね。こちらは C 規格レベル1のプロテクター付きなんで、まあ、防御力は結構高いんじゃないでしょうか。こちらが L サイズで 20% オフ。で、M サイズが 27% オフ。L のビッグサイズが 27% オフ。で、XL サイズが 33% オフですね。18,150円のところ12,139円。サイズが XL だよっていう人はね、かなりお得なんじゃないでしょうか。色によってもちょっと価格は違うみたいですね。シルバーの方が少し値引き額が高いかな。ネイビーの方はまあ値引きはされてるんですけど、まあ、値引きの額はちょっと少ないなっていう感じです。さらにヤマハがガンガン続きます。こちらですね、ゼニスは結構ね、初心者のライダーさんとかにもおすすめしたいですね。すごくシンプルなんですけど、機能性はしっかりしているヤマハが出しているヘルメットになります。こちらがですね、XXL のサイズが22,000円のところ12,615円。お、ジェットヘルメットのカテゴリーでは今ベストセラー1位となってますね。こちらさらに XL も 43% オフ。で、L は 44% オフですね。M サイズが 48% オフ。こちらは15,95円値下げされています。S サイズが7,319円、37% オフで、XS サイズが12,601円、43% オフとなっています。どれも非常にお買い得の金額になってますね。色によっても値引き額は違うみたいなんですけど、まあでも 40% 強ぐらいはしっかり値下げされてますね。こちらは色とかサイズ、まあ、問わずですね、かなり値下げされているのでおすすめじゃないかなと思います。次もゼニスですね。こちらはシステムヘルメットですね。顎の部分がガチャンと上に上がるタイプのヘルメットになります。こちらが XL サイズが 39% オフで3,800円のところ18,780円。 L サイズでも一緒ですね、 39% オフ。 M サイズは 40% オフ、12,280円ですね。S サイズが 39% オフ。こちらも軒並みかなり値下げされてますね。で、色を変えてもやっぱり 40% ぐらい値下げされてます。お、これなんだ、メタルブラックの S サイズに関してはもう 43% オフですね。ちょっとシステムヘルメット興味があったという方はいいんじゃないでしょうか。続きまして、こちらもヘルメットでございます。こちらもヤマハのゼニスですね。こちらはフルフェイスでサンバイザー付きの多機能型のヘルメットになりますね。こちらは XL で通常25,080円のところ15,947円ですね。L も一緒ですね。で、M も一緒、S も一緒ですね。全部しっかり値引きされています。お、グラフィックモデルの方、グラフィックモデルの方も値引きされてますね。
グラフィックモデルの方も 37% とか値下げされてますので、個人的にはちょっとグラフィックを押したいですね。グラフィックの M サイズはちょっと値引き額が少ないですね。こちらは 26% オフとなっています。いずれにしろかなり値引き額は大きいので、こちらもいいんじゃないでしょうか。続きましてもヤマハですね。こちらは RS 太一コラボモデルとなっています。こちらはねちょっとねサイズが限られてしまうんですけど、まあ、コーデュラが採用されていて引き裂き強度にね優れているパンツになります。でこちらはですねネイビーの32インチが 40% オフで8394円となっています。で他のサイズはね 10% オフとかであんまり値引きされてないので、こちらはね32インチの方がおすすめですね。色もですねチャコールとかになっちゃうと値引きがされてないのでかなりピンポイントになってしまうんですけど、こちらネイビーの32インチの方はですね 40% オフとかなりお値引きの額が大きくなってますのでおすすめです。こちらヤマハライディンググローブレースブルーファンアイテムと書いてあります。かなりプロテクターががっつりついているタイプのグローブで、こちらはなんと 51% オフですね。 24,200 円のところ 11,872 円となっています。でこちらサイズ問わずですね全部安いです。 M も XL も安いです。で 3L と S サイズ、一番大きいサイズと一番小さいサイズに関しては少し値引き額はちっちゃいんですけれども、まあ、それでもですね 50% 強は値引きされてますので、ちょっと欲しいなと思っている方はいいんじゃないでしょうか。でこちらのグローブは串谷っぽいですねというふうに言及されてないんですけれども、こちらは多分串谷が生産を行っているんじゃないかなというように見受けられます。ここからはコミネの商品を2つ紹介したいと思います。コミネのバイク用スーパーフィット KV デニムジーンズというふうに書いてありますけれども、こちらはケブラーを採用している製品ですね。まあ、ケブラーというのはかなりこう引き裂き強度に優れた素材なんですけれども、まあ、ヒットポイントのですね膝の部分とかサイドの部分に関してはケブラーが使われているようです。でストレッチ生地を採用しているのでもともと動きやすいというところはあると思うんですけども、膝のところにはですね蛇腹がついていたりとか腰の部分にもついていたりしますので、かなり動きやすく作られてますね。で膝の部分には CE のプロテクター、さすがこの辺はコミネですね。防御力はしっかり確保しているぞという感じがします。サイズによって値引きの額は違うんですけれども、例えば M サイズだと 42% オフ、L サイズだとこちらが 44% オフですね。通常 19,690 円のところが 11,400 円と、かなり値引きの額は大きくなっています。サイズ問わずだいたい安いですね。あ、 2XL はなぜか 14% オフ、 3XL も大して値引きしてないですね。 M、L、XL あたりはしっかり値引きされてますので、この辺の人はかなりおすすめですね。続いてもコミネ、バイク用 C レベル2ボディープロテクションインナーベストブラックということですね。こちらは C レベル2のプロテクターが胸部とあと脊椎の部分についている、こちらベストタイプのものになりますね。あとね結構ボキッと折れてしまいやすいこの、ここですね、鎖骨の部分にもパッドがついてますね。でこちらはですね、M サイズが一番値引きされてるのかな、11,000のところ、37% オフで6,943円で、 L、XL、XXL に関しては 33% オフで7362円となっています。ちょっとこちらはですね中に着込むタイプのインナープロテクターなので、まあ、季節を問わずしっかりプロテクターをつけてガード力はしっかりしたいという方にはおすすめの製品になりますね。はい、続いてこちらからはですね太一を2つ商品を紹介したいんですけれども、 RS 太一リキッドウィンドアンダーシャツ冷感消臭水冷アンダーウェアということですね。こちらはなんか結構去年ぐらいから元ブロガーさんとかでも紹介している人がちょこちょこいると思うんですけれども、こちらはですね、まあ、冷え冷えのインナーってやつですね。確かどこだ、あ、マンダム、そうだマンダムさんと共同開発したっていうような製品ということになってますね。なんか胸元とかにこう水をね
ビュッと流して、これで5速風による気化熱で体を冷やすような製品となってますね。でこちらは L サイズの専用アンダーシャツが、2535円、こちらが 46% オフですね。かなり値下げされています。 M サイズでも 41% オフで2800円、 S サイズで、S サイズは値引きされてないですね、 15% オフとなってますので、まあ、M と L の人はかなりお得ですね。で XL の人も、まあ、36% オフになってますので、まあ、こちらも結構安いかなっていう感じがします。で最後ですね、次が最後の製品になります。RS 太一オクタンウィンターフーディー防風防寒プロテクター内蔵マスタード XL と書いてありますけども、こちらはですね、去年の冬に僕が紹介した商品の一つですね。中にプロテクター付きのフーディーが入ってるんですよね。パーカーですね、中のパーカーがプロテクター付きになっているので、まあ、アウターに関してはプロテクターが付いてないんですけども、普通にですね、あのアウターはもう普段着として使えちゃいそうな感じのデザインなので、まあ、バイクに乗るときはプロテクター付きのパーカーを着る、で普段はこのねアウターだけ使うっていうような使い方ができる製品です。まあ、シルエットとしてはちょっとコーチジャケットみたいな感じになってますね。で色がマスタードの XL で 44% オフ、 13,149円オフ、でかいですね。で L サイズでも同じです。 L、M、M はあんまり値下げされてないですけど、でもそれでも 30% オフですね。 S は在庫がないのかな。 2XL に関しては 10% オフなんで、おすすめのサイズは XL、L、M の人はかなり値下げの額が大きいです。モスグリーン、あー色にやってやっぱ違いますね。一番おすすめなのは、こちらのマスタード、マスタードはかなり値引きの額が大きいです。もう黒あたりは大して値引きされてないですね。もうこれだったら大して値引きされてないので、やっぱり、こちらのマスタードの、M、L、XL あたりが金額的にはおすすめとなっております。はい、というわけで今回はですね、Amazon のプライムデーに出品されている、特にがっつりね響きされているバイク用品を紹介させていただきました。僕はですね、ちょっとバイク用品の方は買ってはいないんですけれども、結構撮影機材なんかはちょこちょこ追加で買わせていただきました。まあ結構安い上にポイントが入ったりするようになってますんで、まあぜひですね、この機会に今日明日しかありませんので、何か追加で欲しいなというものがある方はですね、Amazon チェックしてみてはいかがでしょうか。今回の動画が参考になった方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。